今節もそうでしょ、はい、今日やって広島明日なんでしょ、その次もですね同じ日でも時間が神戸の方が早いとか、で最終節だけはまあ14時一斉キックオフですから、ヴィッセル神戸としましたら大田選手、武藤選手、佐々木大地選手っていうのは攻撃的に本当にゴールに迫れる選手だと思うので、はい、注目したいですよね。こちらも前線に、うん、ディエゴ・オリベラ選手、遠藤選手、安西選手ともうタレントも豊富ですので、はい、お互いに攻撃の中の試合が繰り広げられるんじゃないかなって感じますね。カウントダウンされて今前半の45分笛が鳴りました。扇原が下げます。酒井豪徳、武藤斜めのパスで佐々木、追い越させですがゴール前に入れました。どちらにマイボールするかっていうのは激しい戦いできてますね、はい、初戦滞空時間の長いボール、武藤競り勝って大迫、大迫野沢大志、ブランドンスローイン、胸を落とした大迫です。前を向くかシュート、左足、これも野沢入れることでゴールというのは生まれてきますので、はい、そういったことをチャレンジしていますね。荒木もう一度戻そうとしましたが、さあここはチャンスになるか、東戻してこう、もう一度東へ手を挙げているディエゴ・オリベイラ、荒木胸で落としたシュート、先制ゴール、左足で決めました。遠藤代わってスタメンに入った、遠藤先制ゴールは22番遠藤が決めました。 FC 東京先制です。変わらず三田に代わってスタメンに入った遠藤啓太、その遠藤のゴールです。いや素晴らしい形でしたね、はい、まあ、ここでしっかりとあのディオゴ・リベル選手に当てることで、ここでの胸で落とし、荒木選手ですね、荒木選手からの落としを、はい、おしゃれなシュートでしたよね。もうサイドネットに流し込むようなアウトサイドにかけたようなシュートで、高高広、右の荒木クロスを入れて入ってきた、遠藤、いや安西でした、最後は安西が入ってきました。ここは初瀬のインスイング、バーにトゥーレル大迫がいます。巻いてきてヘディング、山川のヘディングシュート、その後大迫反応しましたが、ここで笛が鳴りました。前半のタイムアップです。0対1 FC 東京がリードで折り返しです。後半の笛が鳴りました。後半の45分スタートです。0対1とアウェーの FC 東京がリードしています。右に振って逆サイドには遠藤がいますが、深いところまで行って入れてきました。こう落として荒木、荒木、荒木入れてきた、よく触った前川、いや荒木選手おしゃれでしたね今のシュート。 FC 東京荒木が蹴ります。入ってきたボール、落ち込んだ、2点目が入りました。セットプレーから最後は安西が触ったか、セットプレーから追加点が入り、前を向いた井出口狙う、これも野沢が対応しました。広瀬が入れます。後ろから酒井だ、酒井、ここもワンタッチあった、渡辺選手ビッグセーブですね、はい、これも荻原、はい、ヘッド、足元、これも押し込めませんでした。いやードンピシャで当てましたが、ドンピシャでしたね。前川に戻して、そしてここで笛が鳴ります。0対2 FC 東京の勝利、ヴィッセル神戸の連勝は6でストップしました。